外見リスクマネジメント基礎講座をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。はい、今回も当協会の石川理事とともに進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、今回のテーマですが、信頼評判を高めるために必要な要素というテーマで、解説をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ですね、信頼を高めるため の、 研究というのが、うん、されてまして、レピテーション、コンピュータレピテーションですね。私広報学会でもレピテーション研究会というのを2年ほどやっていたんですけども、その時にも研究しました。信頼を高めるためにちゃんと実は法則というのがありまして、研究されている法則があります。なるほど。その5つの要素が、ね、はい、必要だということなんですけども、はい、まず顕示性っていうね、また難しい言葉で申し訳ないんですが、はい、要するに、目立つっていうね、際立つとか、そういう意味なんです。はい、目立っているということですね。顕示性、はい、そしてこう真実性、嘘をついてないっていうことですよね。正直とか誠実とかね、そういうふうに、な気持ちがちゃんとあるということですね。はい、そして次がですね、透明性っていうのかな、そのタイムリーであるとか、例えば謝罪であればちゃんとその場でちゃんと謝るとか、そういったことですよね。何日も経ってからではなくてね、タイムリーにっていうことね。あとはそのちゃんとプロセスが見えるとかね、そういったことですね。あとは一貫性ですね。今日何回もありましたけども、一貫性、言ってることが2点3点しないとか、はい、外見もそうですけども、外見と中身がちゃんと同じであるということですね。はい、そしてもう一つが独自性、その人らしさということですね。はい、誰もが一緒じゃなくて、その人らしい表現があるというか、そういう、見た感じもそうですけどね、そういったこう5つの要素が揃ってると、そのいいと。で、特にその5つの要素、表現力が大事ということ、その情緒的に理屈ではなくて、今言った5つのものをちゃんと表現力豊かにしましょうということです。それがちゃんと表現されてると、信頼や評判は高まりますという、そういう法則がある。私の場合トップコミュニケーションメディアトレーニングやってますけれども、その時にはこの5つの表現力というのかな、これを非常に重視してまして、こういった表現力をちゃんとつけられるようにということをやっています。これは、ご紹介した方がいいですかね。そうですね。どうですか、そういうの思ったことっていうか。いや、ありますね。目立つっていうのもやっぱり必要。そうですね。日本人ちょっとこの目立つの苦手じゃないですか。苦手ですね。嘘をつかないとかね、そういうのは結構気にしますけども、目立つことがそのままね、評判につながるかどうかっていうのは、日本人的にはなかなかこうちょっとね、目立ちたくないっていう、結びつきづらい、とこかもしれません。分かりやすさとかっていうのもあるかな、目立つっていうか、そうですね。この中でも言われてるんですけれども、何か起こった時って、有名じゃないと評判はどんどん落ちちゃうんですよ。でも普段から人から好かれると、何か起こった時にも評判はすぐに回復するっていう、そういう法則もありまして、そういう意味ではちゃんと普段から良い関係を持っておくと、何かあった時も自分を守ることになるという、そういった考え方ですね。あとこの5つはやっぱりこうバランスよくこう、持ってなきゃいけないと、どれか一つがっていうわけでもないということですかね。バランス全て持つとなかなか難しいので、そういったことを意識した表現力っていうんですかね。なるほど。とても大事なのは、特に情緒的に、理屈ではなくて情緒的にアピールすることが大事だというふうに言われています。その意味でも言語非言語両方とも両方必要ですね。言葉ではだけでは伝わらないということです。なるほどですね。はい、なかなか難しいですけれども、その辺のところも意識してね、外見リスクマネジメントを進めていただければというふうに思っております。今回もありがとうございました。よろしくお願いします。